カオスリーグ残留を占うチーム同士の大一番、 TikTok していたいボールユナイテッド。 TikTok していはアルトゥール・ポリスマンとドンちゃんを補強し早速起用。これ以上負ければ最下位転落もあり得る中、ゲンサーフィールドはゴールを狙いますが、プレミアボールがファインセーブ。アグレッシブな攻めを見せる TikTok シティはゴール前でお化け絵文字が削られ、フリーキックのチャンス。ボールを選択するのか。絶妙なボールを放りますが、誰も合わせることができない。一方、カオスカップではポケモンユナイテッドを破るなど調子が上がってきたボールユナイテッド。染岡のパスからクイックボールが狙いますが、ドンちゃんがセーブ。さらに新たな守備の要として期待される新加入アルトゥール・ポリスマンが素早く対応して攻撃を阻止。カウンターは現行犯逮捕。警察パワーでピンチを防ぎます。それでもボールユナイテッドは29分、ボール外の見事なスルーパスに抜け出したタイマーボール。独特のタッチで切り込み、ディフェンスをかわして折り返しから染岡。後半最初に動いたのはボールユナイテッド。タイマーボールに変えてクリリンを投入。すると68分、ボール外がそのクリリンとのワンツーでディフェンスラインを破り、ドンちゃんとの1対1を確実に決めてゴール。ハビエル・ピオ監督の采配がズバリ的中。絶対に先制したかったとボール外。ユース出身フォワードのシーズン3点目で残留争いのライバルからリードを奪います。絶対にこの試合を落としたくないのは TikTok シティも同じ。同点を目指すべくすぐさま反撃に出ると80分、鏡根蓮からリオレウス。絶好のチャンスでしたが、プレミアボールが気迫のセーブ。試合はアディショナルタイムへ。センターバックも上げて攻め込む TikTok シティ。針の穴を通すようなパスワークからポリスマンに決定権を訪れますが、またもプレミアボールがファインセーブ。今シーズンは獅子奮陣の働きでボールユナイテッドに勝ち点をもたらしてきた守護神がチームを救います。素晴らしい反応ですね。キーパーのドンちゃんも上げてゴールを目指す TikTok シティ。セカンドボールを拾ったのはマキシミリアンツイッター。クロスを入れますが、これはプレミアボールの正面。6ポイントゲームの天王山を制したのはボールユナイテッド。リーグ戦では4試合ぶりの勝利を挙げ、エトエシーを抜いて9位まで浮上。一方、絶対に負けられない戦いを落としてしまった TikTok シティは今季ワーストの4連敗。依然として厳しい状況が続く中、次節はエトエシーとの残留争いに臨みます。